早い棒で最終日です。トーナメントコース、トーナメント日が上は翔太選手現在2オーバーですので、今日は1アンダーで回る必要があります。14番、パー3、128ヤードです。お、いい感じ。見えない。左、左、奥、その筋いってます。距離はなんかすごい見えないです。分かる、見えないんだよね、うん、なんかピンの根元になんか見えるんだけど、ちょい奥ぐらい。え、ワンピン向こうよ。目いいねなんかちょっと見えてます。ん、ピンの左、これは見えたな。左真ん中に4、14番パー3、グリーン来てます。3メートルもナイスオンです。距離的には7、8メートルあるでしょうか、まずは笹原美選手から下りのスライスラインです。目もこちらから見て右から左に走ってますので、結構曲がるラインになると思います。下りのパーセンテージは 80%。 遅い、80センチショートでした。和田選手も同じようなところからのバーディーパットになります。ライン、スピードとも見ていますので、バーディー狙えるか。これも弱い。翔太選手が着く6メートル下りのスライスラインです。さあ、この目の方向で読むことができるか。これもちょっと弱いか。短くては入らない、越えなくては入らない。これでそこでやりました。ナイスパー、3メートルもパーでした。10番パー4、うん、ナイショ。バンカー方面、バンカー着地のバンカーから出たでしょうか。ちょっとバンカー方面に向かっています。15番パー4、第2打、ちょっと手前のアゴが気になります。ティーティー、残り160ヤードです。アゴは問題ありませんでしたが、ちょっと当たりが悪く30ヤードほどショートです。ショート選手はバンカーに着地しましたが、勢いよく出てラフ、残り140です。ん、筋ってんの。ナイスショ。和田選手残り140弱、おお、これも筋ってる。フレンドリーバウンド右側、ナイスショ。15番グリーンに来ています。笹原選手、顎の高いバンカーショットのため約50ヤードほどショートしてしまいました。3打目です。
Nice approach. シルカ選手、ウェッジではなくパターに決めたようです。ちょっとショートか。太田選手、シルカ選手のマークは気にせずにいきます。ナイスパー。ちょっと押し出してしまいました。ナイスパー。難関16番。よいしょ。よいしょ。よいしょ。最難関16番パー4、笹原選手、残り165ヤード、若干のつま先下がりとなってます。グリーン真ん中にオンです。グリーンオンです。真ん中でした。ピンは右に奥になってます。翔花選手は160ヤードですが、ライが良くない。かなりのつま先下がり。どのようなショットを打っていくのか。現在トータル2オーバー。これ以上ボギーを打つことはできません。残り3ホールのうち1ホールでバーディーを取らないと QT 受験資格得られません。筋ってますが、距離は乗った。いい感じでいってます。和田選手、ドライバー当たっております。最難関ホール、残り138ヤードセカンドショット。ちょっと左グリーン真ん中にオンです。3人ともパーオン、ツーオンです。翔花選手、球筋は筋ってましたが、距離が足らず、約15ヤードの長いバーディーパットが残っています。ここはなんとか2パットでしのいでパーとし、残り2ホールに期待をかけたいところです。これも1メートル20センチ残っています。先ほどからパットがいまいちしっくりきていません。これは絶対に決めなくてはいけないパーパットです。和田選手の長いバーディーパット、2パットでよしとしなければいけない距離でしょうか。タッチはいいのですが、ラインはいいのですが、距離がちょっと合いませんでした。越えなければ入らない。ゴルフパターンの鉄則です。笹原選手、この右から左の目が読めていませんでした。さあ翔花選手、しのげるか。これ
最大ボギーです。残り2ホール連続バーディーが必要になってしまいました。ナイスパー、ナイスパー。17番パー3、残るは2ホール、ロサンゼルスからの風がアゲインストで吹いています。すじっています。距離はおお、ちょっとショートでした。ちょっとドローがかかりすぎたが、それでもオンしてフレンドリーにピンに寄っています。さあ翔華選手、絶対バーディーが必要な17番です。すじってます、すじってます。距離はああちょっとショートでした。残り2ホール、16番をボギーとしてしまいました。翔華選手、このアプローチを入れる必要があります。さあ奇跡は起こるか。ちょっと当たり弱かった。これはミスショットでした。惜しい、ナイスパー。笹原選手、バーディーパット下りスライスかなり下っています。下りパーセンテージ 30% というところでしょうか。かなり曲がると思います。カップ3つ、下りの感覚がつかめなかったようです。ちょっと強すぎた。ナイスパー。ちょっとやばいかな。見えた？見えないです。ちょっと微妙。ちょっと右。パームツリーの間抜けて問題ないと思う。よいしょ。最終18番ホール第2打目です。よいしょ。なんだそれ。オーマイゴッドってやつだ。なんとアンラッキーな。スミス選手、残念ながら MZ に入ってしまいました。3打目です。バンカーでしょうか。ちょっと左にかけてしまいました。翔華選手、アンラッキーなショットでした。3打目です。ああちょっと右にスライスがかかってバンカーホーム。スミス選手、残り111、第4打目パーセーブなるか。お、筋いってる。ナイス。残り108ヤード、3打目です。お、筋いってる。
いい感じ。ナイスショ。ありがとうございます。ちょっと顎が気になります。残り110ヤード。トップ系、あ、大きい。向こう側の池に入った可能性あります。やばいですね、これ全部が。もう1ホールで2回連続2回連続ではありませんが、2回もこういうことがあるんでしょうか。もうナイス。おう、もうナイスショット。あ、まあ止まんなかった。お、やばい。落ちちゃった。池？止まりました。あ、止まった。翔岡選手、6打目になってしまいました。スミレ選手、パーパットです。10メートル下り 40% ぐらいでしょうか、フックラインだと思います。おー、ナイスパーナイスパーだね。さあ、笹原選手、気持ちよくバーディーフィニッシュなるか。最後のホールです。入れば5つ目。入れ、惜しい。これがダブルボギーパットになります。ナイス。はい、お疲れ様でした。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 トータル5オーバーということで、今日1番でバーディーが出て1オーバーに戻して、なんかいい感じで途中まで行ってたんですけど、16番のあのパットで切れちゃった。そうですね、もうあれで、ああもう、あっ、ガチした。5オーバーは、でも去年のユリカのスコアも5オーバーで、一昨年のカットラインは5オーバーだったんで、去年はそれが1オーバーに上がったのよ。だから残念ですけど、またの機会でということで、ということでちょっと振り返って4日間どうでした？4日間、そうですね、まあでもよく頑張ったなって感じでした。暑い中、暑かったし、でも楽しかったです、すごい、はい、またアメリカでプレーできたらなと思うので頑張りたいと思います。で、コース的には？コース的には日本っぽい感じのコースだなと思いました。ここがあ、そうなの？大打賞の方は日本っぽいなっていう、うん、そうなんだ。まあ、ピート台の方はちょっと海外だなって感じなんです、はい、結構親近感が湧いたりとか、芝は全然違かったんですけど、うん、自体は結構日本っぽい感じで面白かった。日本っぽい感じがするんだ、このコース。こういうコースで日本でやったことないけどさ、林間コースが中心であんまりやったことないけど、なんか林っぽいというか、うん、感じだったので、はい、ということで、またこれに懲りずに、リンゴルフのトーナメントに出てポイントを稼いで、はい、また挑戦してください、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした、はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。と4日間の感想を。4日間の感想、そうですね、4日間通してうまくいかなかったなっていうところの方が多いんですけど、まあ、最終日に向けてだんだんバーディーが取れるようになったり、
アメリカのコース、初めてのアメリカのコースで、自分がどういうプレーできるかっていうのを知れたので良かったです。ただその竹内さんのご期待に添えるようなスコアでみんな回れなかったので、私も含めて回れなかったので、それはとても残念だなと思うんですけど、新しいゴルフの価値観というかをいただいたので、また今後の自分のゴルフに向けて生かしていけたらいいなと思います。ここの印象はどんな印象でした？印象ですか。そうですね、やっぱりなんかグリーンがやっぱ日本と違うなっていう感じだったので、パッティングがちょっと苦しむところが多かったなと思います。トーナメントコースは結構日本のコースと近くて自分的には攻めやすかったんですけど、ピット台の方はあんなにずっと息が続いてるホールはないので、まあ、そこに馴染むのがちょっとすごい難しかったなと思いました。そうだね、まあでも初日ちょっと叩いちゃったけど、はい、まああとはなんとなくまとまってきたって感じで。そうですね、だからまあうまくいかなかったなって言ってた、自分の実力の範囲の下の方ばっかりのラウンドだったので、もうちょっとイーゴルフしたかったなっていう感じです。はいはい、まあこれに懲りずにまたフューチャーズトーナメント出ていただいてポイントを稼いでまたアメリカに来てください。はい、またこれお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。お今日はなんとアンダーパー最後の、はい、最後のパーパットでアンダーパーになりました、はい、おめでとうございます。よかったです、ありがとうございます。ということで4日間振り返って、ちょっとまず初海外でミッションヒルズカントリークラブさんで回ることができて、すごいなんか充実した5日間だなって思いました。で自分の中では慣れてないところでゴルフしたので、自分の中で少しでも成長ができたかなって思いました。でも1日目はもうスローパーで、2日目と3日目ですごい打ってしまったんですけど、まあ原因はほとんどパターだと思うので、なんか3日目の夜とかいろいろ考えてみたら4日目パターひらめいて、ひらめいたんだ、はい、途中で 3,4 くらいでちょっとあ違うかなって気づいて、なんかそこからが入るようになったので、そこはなんか見つけられて、このアメリカで見つけられてよかったなって思います。ちょっと昨日ひどかったもんね。はい、短いのいっぱい外して、はい、なんかコースはすごい広々してて、池とかなんか簡単スルーティーンってすごい難しかったので、なんか攻略性のあるコースでまた絶対行きたいなって思いました。また中リンゴルフさんの試合にいっぱい出て、そこでまた優勝とかたくさんして、来年またプロテスト次第にはなってしまうんですけど、もう一回挑戦できたらいいなとも思いました。竹内さんにはすごい一週間お世話になりました。はい、幸せな時間ありがとうございました。どういたしましてとにかくそういうことでお疲れ様でした。ありがとうございました。